パンツにさ、うん、色って映んの？色？あの男子のさ、うん、あの、あそこ、うん、え、うん、の玉があるじゃん、うん、え、色って映んの？どういうこと？色、パンツに色が、うん、え、色が映る、どういうこと？え、何色？金色の、え、金色になるってこと？え、金色の粉とか、うん、そういうのが つかないの、パンツとかに。つかないよ。あ、それ大丈夫なようになってるってこと？いや、違う。え、あ、もともと金色に染まってるってこと？え、なに、パンツの内側がってこと？え、違う、玉が金色になってるから、うん、違うよ、いや、なってないよ。あ、そう、違う、肌色？ああ、違うよ、それ。え、磨かない？名前だけ。名前だけ？うん。あの、普通に、肌色。うん、普通に、これ。え？これ。つるつる？ああ、しわしわ。はい、じゃあみんなに一点お知らせがあります。1月に、このクラスで写生大会を行いたいと思います。ね、あの新年っていうこともあるからみんながね、どういう思いを持ってるのかとかを写生にぶつけてほしいなと思ってるので、まあ一応ね、順位とかはないからみんな思い思いの写生をしてください。先生、女子はどうするんですか？女子、あ、男女混ぜてやるよ。え、みんな写生ですか？もちろんみんな写生。お、女子しよう。みんなで写生大会をしますね。だからね、芸術的に描けてるとか、まあ、そういうことはね、先生は分からないから。え、飛距離みたいなの競うってことですか？飛距離じゃないですか？いや、なんて言えばいいんだろうな、競うとかじゃないんだよね。あ、そうなんですか。うん、だからみんな思いをぶつけたか、あ、写生にどれだけ込めたかっていうことが大事になると思う。濃さなの？みんなでね、あの順位は絶対につけないので、まあ、思い思いの写生大会でぶつけてもらえればなと思っています。それでは皆さん、起立。いや、絶対俺の手で取り返そう。いや、無理でしょ。いや、違うんだって、マジで、本当に。え？で、ブルマが亡くなってからおかしくなったんだよ、この国。落ち着けて。いや、だから絶対に俺を取り返すわ。俺に作戦があるから。何？まず対策全部俺盗む。え？全部ブルマと帰るから。俺まずはこの学校からなんだって。絶対にダメだって。絶対に取り返す。いいや、やめろって。いや、やるって。マジでこの国もっと良くするにはこうするしかないんだって。マジで昔がどんだけ栄えてたか知ってるでしょ。やべえ、昭和マジで栄えてたから。ブルマが来たらまたこう言ったから、協力してくれ。ねえ、ミネってさ、うん、本物のさ、コンドーム見たことある？え、コンドーム、うん、え、なんだっけなんだっけ。あ、あれか、あの人型の。人型？あの階段とかも上がれるようになったロボット。違う。え、違うコンドームだよ、コンドーム。あの、あれか、バカでかいやつか、アニメとか出てくる。バカでかいやつ、うん、宇宙とかまで行くやつでしょ。あ、行かない。何の話してんのこれ。え、違う、なんかこう、人が入って掃除するよね。人が入っ、まあそうだね、ちょっと合ってる、うん、奇跡的に。え、なんか結構すごい巨大で遠距離で戦ったりもするやつよね。めちゃくちゃ近距離よ。近距離？うん。え、ロボットだよね。全然違うよ。いや、そう、あのゴミ捨てた時、そう、田中がいや違う分かる。いや、マジ。いや、そう。いや、マジ笑ったよ。我が輩は猫である。名前はまだない。漱石はね、この名前はまだ、いのところでね、こう激しくエクスタシーを感じてます。
葬式っていうのは、そういうね、まあ、壁はもちろんあったことは知られてるわけだし、あの、名前が思い出せないぐらいの強烈なエクスタシーがここで襲ってきたと、そういう表現になっています。で、この、猫っていうのが、だいたいこのエクスタシーの、前につく、言葉になってるから、葬式はそれで、ここで、いいの、いいで、言ってるってことになります。はい、こうやって人出るよ。猫つけ。どういうこと？